さえない、彼女の育て方シリーズコンプリート EP、グローリーデイズは、春なるなの3枚目のミニアルバム。2019年10月23日に、サクラミュージックから発売された。グローリーデイズのメガボルトで着用した、春なるなプロデュースのウェディングドレスルナムリーヤ第5弾、前作 SWEP から2年半ぶりのミニアルバムの発売となった。アルバムのリード曲は、 劇場版、冴えない、彼女の育て方、ファインの主題歌となっている、アルバムのタイトル同じ名前の、グローリー・デイズである。その他には、テレビアニメ1期、冴えない、彼女の育て方と、その2期、冴えない、彼女の育て方の、オープニングテーマと、エンディングテーマを、春なるながカバーした曲が収録されている。グローリー・デイズは、テレビアニメ1期、エンディング、カラフル。 を担当したサ、サイミソラが作曲し、作詞は二人の共作となっている。グローリー・デイズについて、本人は、サイカノの集大成でもあるので、聞いていくと、これまでのストーリーを振り返られるものにしたいなと思って、これまでの OPED 楽曲のタイトルを入れたり、細かく話し合いながら、歌詞を組んでいきました。グローリー・デイズは、とにかくメッセージ性が強い曲だし、 今までのことも振り返られる曲でもあるので、聞き込んでから見ていただくと、また別の楽しみがあると思います。歌詞にも見た人ならわかるワードが散りばめてあるのでと、語っている。最初の発売形態は、初回生産限定版、期間生産限定版、通常版の3形態である。初回生産限定版には、ミュージックビデオとメイキング映像を収録した DVD が、 期間生産限定版には、さえない、彼女の育て方ファイン本予告を収録した DVD が付属している。その後、2020年9月23日に配信限定シングル、ク l o リーデ DAYS ムービーバージョンマイナスがリリースされた。ありがとうございます。